皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオパーティーパート7やっていきましょう。前回に引き続きマリオパーティー2on2やっていきたいと思います。今6ターン目ですね。じゃあ早速クッパジュニアサイコロ振っていきましょう。もうね、大きく出して逆転するしかないんだよね。今スター取られちゃってるからさ。はい、頑張っていきましょう。9。いやー、もうごめんなさい、本当に全然出ないの。うわ、なるほど、ボム兵を味方に引き連れちゃうと毎回マイナス1されるってこと？違う？毎回出た目の数やられるってことか。じゃあ、あのボム兵のところは止まっちゃいけないんだな。え？何？何が起こっている？少しの間お邪魔すると言っているようです。いやー。あ、なるほど、なるほど。000-1-1-1-1なんだ。で、このボム兵がまた悪い位置につくの？やめて。もう、あそこ、あ、え、つくのか。つくんだな。お、チョロプーさん。いやー。頑張れ、頑張れ。マリオさんたちにも、あのボム兵をつけたいところではありますが、通るだけでもつくのかな？それとも今俺、悪い意地がついてたからついちゃったってこと？はい、5-5。いや、お前らめっちゃゾロ目出さない？ 3、4連続でゾロ目出してない？ズルなのでは？不正疑惑が出ていますが、おっと、なんとかチョロプーさんにはいけない。おっと、あ、なるほど。こいつらも一応ボム兵はついてくると。あ、そういうことか、そういうことか。わかったわかったわかった。ジャストで止まるとヒップドロップされるんだな。ヨッシーの特殊能力ってわけじゃないんだね。で、またボム兵が追加される。いや、だって絶対そこ通んないといけないんだからさ。そうだよね、絶対ボム兵がつく仕組みなんだな。はい、ハプニングマス。何が起こる？え、やめて、いや、なんなのもう。なんなのよ、俺まだいるよ。なに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 。はい、キノピオ食堂。なんですかそれは。美味しそうな。おお、美味しそうですね。いや、いいな、こういうバイキングとかいいよね。注文と同じ食べ物を集めろ。レタスレタスパン、レタスレタスパン。はいはい、レタスレタス、あ、なるほど。レタスを持ってってパンがもうあるから。なに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 、邪魔するな。こっちが俺のってこと？それともあっちも俺いけちゃう？これ最終的に置いた人が勝ちってこと？違うな、違うな。待って、これを置いて、パンパンパン。あ、パンじゃねえわ、あれ。ベーコンだ。ベーコンだわ、これ。よし、何やってんだ。ちょっと待って、どけどけどけ。待って、なんだなんだなんだ。これさ、俺さ、あっち側にも行けるのか検証したいんだよね。ことま、止め、ちょ、邪魔だよ、そのキノピオさんよ。あ、いけないね。そういうことか、そういうことか。この左側が俺らのキノピオで、右側が相手側のキノピオと。よし、頑張りましょう。間違って取ってしまったら同じところに戻そう。はい、わかりました。よし、じゃああっちよりも早く持ってくればいいわけだな。すごい皿運んでるよ。大丈夫？あのキノピオ。トマトトマトトマト。私トマト1個取るから。悪い字邪魔だよ。悪い字ベーコン持ってこい。キノピオジャムベーコン持ってこいっつったやん、もう。はい、悪い字。何してんの何してんの。俺の方が早い。はい、オッケー。トマトを置いてくれる。ありがとうありがとう。次。トマトトマトレタス。はい、トマトトマトトマト。トマトを持ってって、俺レタス持ってくるわ。ちょっと待ってろ。俺がレタスを持ってきてやるから。よしよし、こっちだ、こっちだ、こっちだ。悪い字、行かなくていい、行かなくていい。レタス OK、レタス OK。OK、じゃあそのレタス持ってこい。俺、ベーコン2枚持ってくるから。ベーコンもう1枚ね、もう1枚ね。ここでもう、なんでトマト持ってんだよ。なんでトマト持ってんだよ。ベーコンだ、ベーコンだ。美味しそうだな、このベーコン。あ、俺レタス持ってくる、じゃあ。キノピオが邪魔だ、キノピオが邪魔だ。はい、レタス。あ、ごめんごめん、悪いじ。俺持ってくからいい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺がこのレタスを持ってってあげる。で、レタス、トマト、ベーコン。オッケー、悪いじが最初にレタス持ってる。で、ベーコンは俺が持ってくる、俺が持ってくる。よし、オッケー、オッケー、オッケー、いいぞ。次、次、次。ベーコン、ベーコン、レタス。ベーコン1枚持ってこい。ベーコン、しょうがないね。でも勝ったよね。お、悪いじとクッパジュニアが勝ったから、マリオとヨッシーが雑用させられている。あいつらなんかただ働きみたいになってんな。お、トマトを運んで、あいつらまだ運んでるもんね。よーし、オッケー。でも今のミニゲーム面白いね。でもなんかさ、こういうのあったよね。なんだっけ、なんかこの間あのよい子が実況してたよね。なんだっけ、オーバークックか。オーバークックと似てる感じはしますけど、はい、まあまあまあ、そういうことは言いません、私は。はい、次。クッパジュニアサイコロでいきましょう。もうだって俺逆転するしかないんだもん。ちょっとそのチョロブーさんね、お、あ、行きますよ、行きますよ。チョロブーさんをゲットしたい。3、9、お、来た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 。で、あー、前、いや、何やってんの、本当に。いや、ゾロ目じゃねえし、しかも。7、6、5、4、3、いや、めっちゃ遠いんだけども。ハプニングマスなんだけど。
何が起こるんだ。これまた、あ、いいんだね、いいんだね。2回通ったら2個ボム兵がついてくるのかと思ってびっくりしたわ。はい、ハプニングマスですが、あ、またこれがくるっと回るだけか。いや、もう関係ないからいいよ。もう今逆転してなかったら。お、チョロブサイコロも手に入れたの。あ、え、あ、いけなかったのか、ギリギリ届かなかったのか今の。でも俺の Q が結構今貢献したね。悪いじさんだけでもいいからスターをゲットしていただきたい。こいつらがこれで66とか出さないように願っていますが、さっきからゾロ目好きだからな。おー、ゾロ目じゃない。ゾロ目じゃなくて、うーわ、なんかさっきからちょっと不正疑惑がこいつらに不正疑惑が出ていますが、はい、そこのツルハシをゲットすると。いやー、ツルハシ持っておいた方がいいんだろうな。でもまあまあまあ、よくわからんからとりあえずは俺はゲットできないけれど、はい、早速ミニゲーム。一旦が早いね、やっぱりね。ブルブルどんぐり娘、パイ投げバトル、おーっと、あっちこっちフルーツあっちこっちフルーツ、はい。あ、なるほどなるほどなるほど、そういうことね。あのカービィ64のミニゲームみたいなね、皆さんわかりますか。あのカービィ64のミニゲームの木の実集めるやつあるじゃん。アップね、これ取っちゃダメなやつだな、あのくるって回れるやつわかります、何のこと言ってるか。わからない人は調べてみてください。はい、星のカービィ64のミニゲームです。はい、オッケー、そことそこがコンビなんだな。絶対上の方有利じゃん。ヨッシーさん取るなよ。オッケーオッケー、ヨッシーさんが落ちたやつを俺は恵んでもらえると。うわうわうわ、ちょっと待って、ヨッシー結構取るね、結構取るよ、結構取るよ。あの子ちょっと待って、悪いじさんの活躍にかかっているのでは。でも俺も結構取ってる、俺も結構取ってる。いいぞいいぞいいぞ、ヨッシーが動けないうちに俺が取るんだよ。じゃあ、ごめんごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あ、でもこれでも取ってるんだね。倒れてる間も落ちてくる分は取れてるみたい。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、結構拾っている、今度結構拾っている、結構拾っている。いいんじゃないいいんじゃない。あ、負けた負けたよ、負けた。初めてミニゲーム系負けた、しかも1点差かよ、マジか悔しい。1点差めっちゃ悔しいな、今いけたな。はい、まあ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 、コインは一応俺らの方が持ってるけど、でもスターを取れるのは変わんないからね。10コイン持ってればもう取れちゃうから。はい、ラスト3ターン、何が起こる。はい、さて残りあと3ターンとなりました。現在の順位を見てみましょう。1位マリオチーム、はい、2位クッパジュニアチーム。あー、マリオチームが強いですね、2人の息がぴったり合ってますねお、ゲストに予想してもらえるそうです。ゲストはですよね、君しかいなかったもんね。ぶっちゃけマリオチームの勝ちじゃな、2人とも獣のような目をしておるどういうことよ、選ばれてマリオチームで。いや、なんで負けてる方にさちょうだいよ、何それ。運が良ければ、え、運が良ければスターが出るかも、何それ。ちょっと待って、負けてる方にちょうだいよ。これからのラストスパートですが、なんと一度にゲットできるスターの数が2倍になるんです。おっとこれは俺らのためのルールなのでは。やめてカメック、変なことしないで、ドッキリドッキリ。なんだ、全体的にドッキリが足りないな、もっとドッキリたっぷりにしてやるぞ。ドッキリマシマシマシ、その何、背脂もやしマシマシみたいな、そういういらないよ。大変です、カメックさんが魔法でドッキリマスをパワーアップさせました。出たこのマスな、俺一回止まったんだよな、パート2だったかで俺が止まったんだよ、やめて本当に。はい、ルイージさんが来た。ルイージサイコロを手に入れてもいいですが、いけるかなそこまで。もう一度クッパジュニアサイコロにします。もうこれね、私進むしかないんだ。いきますよ、いきますよ。頑張って出します。9を出します。はい。いや、あ、でも4。ゾロ目ゾロ目ゾロ目。よし、OK。ありがとう。ゾロ目ボーナスが入って。いいな、そっち。おお、めっちゃ進める。いいな。1、2、3、4。3、2、1。あと、VS マス行く ?VS マス行っちゃおうぜ、どうすなら。いいぞいいぞいいぞ、 VS マスに行って、これで何かアクシデントを起こしてやろう。コインを集めてブルブルミニゲームでバトル、勝った人のチームがコインをゲットできますよ。よし、任しとけ。ブルブルウェーブで勝負、コインを決めましょう。任しとけ、20かけようぜ。 OK、 まあまあまあいいでしょう。両チームから15コインずつ集めますよ。で30コインかけてバトルと、一番強く触れた時に押せと。これやったよな、やったよな。いきますよ、いきますよ。あー、ちょっと早かったかもしれない、ちょっと早かったかも。どうだどうだどうだ。あー、ごめんごめん。あ、悪いじさんありがとう、悪いじさんありがとう俺ちょっと早かったね、
ごめんねごめんね。よし、オッケー。で、ワルイージさん、スターゲットして、スターゲットして。いけるいける、オッケー、ありがとう。ワルイージ最高。え、なになに、おお、ボム兵が爆発しましたが、ワルイージさんがやってくれました。ただいまラストスパート中です。ラストボスとスパート中なので、コインコインじゃねえやつだ。噛みすぎじゃね俺、噛みすぎじゃねこの実況。前回もだったけど、これ今連続で朝に撮ってるから。会社行く前だから今、許して。よし、オッケー。スターゲット ×2、ありがとう、レディーゲーイ。いやー、ワルイージさん大活躍だな。さっきのミニゲームもワルイージさんの勝ちだしね。よし、一気に逆転ですよ。コインの枚数も私たちが勝っている。これで勝てるのでは？クッパチュニアジーム逆転。いいぞ、いいぞ、いいぞ。なんだ、なんだ？ボム兵が？ほい。なんだ、なんだ？何が起こったんだ、今。さて、次に目指すスターの位置はどこですか？私に近い場所。うわ、めっちゃ逆やん。めっちゃ逆やん。マジか、そこさ、3ターンで、残り2ターンだよね。2ターンでそこまでいけるか？いけなかったらまあ単純に俺らの勝ちだからいいんだけど、こいつらなんかあの変なカード持ってたよね、アイテム。そうそうそう、なんか持ってたよね。やめて、スター出すのだけやめて。本当に無理、本当に無理。それだけは本当にご勘弁。頼むぞ、頼むぞ。いけ、マリオ。うおーっと、コインだ、ありがとう。これでスター出たら本当にもうどうしようってなってたからね、今。はい、あっちまではいけないよね、多分。こいつらもあっちまではいけないと思う。あんまり変な目出すな。あんまりいい目出すなよ。サンサン、もうゾロ目めっちゃ出すやん。ゾロ目の確率すごくない？あんたら。オッケーオッケー、マイナス1。で、5マス進めますが、なんだ？あ、ルイージをゲットしていこうということだな。その兄弟で進もうという。で、この下降りて、なんだ？アイテムマスで、うわ、うーわ、うーわ、やったわ、こいつ。こいつやったわ。その手があったな。金の土管か。あー、マジか、やっちゃったわ。そっかそっか、拾ってメダルを合わせ。いやー、待って待って、まずいよ、まずいよ。メダルを。あー、なるほどなるほどなるほど。こうやって合わせるんだな。これは何？何個でもいいの？何個でもいいの？あ、なるほどなるほどなるほど。あ、やばい、相手さん、相手さんめっちゃいるけどさ、俺一人だからさ、大変なんだけど。なるほどね。仲間の数だけ一度にメダルを持てるよ。俺仲間いないから。ちょっと一人くれない？その仲間。相手、あんた3人もいるじゃん、仲間が。やばいぞ。負けちゃうな、これ、普通に。普通に負けちゃう説。ちょっと待って、ごめん。俺1個ずつしか持てないからさ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、今行くから。ちょっと待ってて。はいはいはい。で、もう一個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 。こいつ拾って。こっちこっちこっち、ごめんごめんごめん。ごめんごめん。こっちこっち。よし、ありがとうありがとうありがとう。あ、結構遠いやん。結構、いや、取られるしよ。ごめんね、ごめんね、悪いじ。オッケー、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 オッケー。あー、取られちゃう、取られちゃう。よし、こっち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 。ごめん、3つ持ってきてもさ、俺さ、1つずつしか持てないんだわ。はいはいはい、ここ合わせて、またこの太陽のとこ行って、やばいやばい。いや、これ、俺が仲間いないのが非常にきつい。いや、取られるしよ。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。俺が悪い、俺が悪いわ。俺が今まで仲間を手に入れてこなかったのが悪い。こっち、こっち、こっち、こっち。悪いさん、悪いさん、悪いさん。ま、何やってんの？悪いさん、悪いさん。な、悪いさん、悪いさん、何やってんの？何やねん、悪いさん、悪いさん。本当に本当に、本当にやめて。そういう、いらない、いらない。そういうのいらないから。こっち、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 こっち。やばい、負けちゃう、負けちゃうよ。負けちゃう。いや。やばいぞ。ミニゲームも負けてるし、あの金の土管でワープされちゃうから。やばい、やばい、やばい、やばい。負けちゃう。俺が悪いか？いや、俺が悪いよな。俺が変なマスばっか出してっからこういうことになるんだ。まずいまずいまずい。ヨッシー単体で言ったら、そうだよね、スター2個手に入っちゃうよね。やばいぞやばいぞ。何か大逆転する必要がある。クッパジュニアサイコロでいきます。私は悪いじさん、どうする？悪いじさんはそれ、何サイクッパサイコロか。いきますよ。うわ、何やってんだよ。おい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 、頼むぜ。おいおいおい、1しか進めないじゃないの。1しか進めないよ、俺。なになになに、おお、何が起こっている？え？え、なに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 、よくわからんかった。待って待って、まずいよ、まずいまずい。負けちゃう。普通に負けちゃう。使うよね、使うよね。やばいやばいやばい、もう。金の土管。俺らもどうにかして金の土管を手に入れるしか勝ち目がないか。
そういうことだよな、そういうことだよな。か、あの最後の表彰にかけるしかない。最後の表彰で逆転するかだ。いやでもそれはきついんだよな。はい、5マイナス1、0で、うん、まあ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 。マリオさんうまく6マス、おっとマリオさんがうまく合わせれない可能性も出てきたぞ。おお、いいぞいいぞいいぞ、爆発しろ。いいですね。あ、そっか、爆発、あ、そういうことね。あれ、爆発してコインが取られるとかじゃなくて、時間が経ったからボム兵がいなくなったってことか。はい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 。これさ、マリオさんがジャストあのマスに止まらなきゃいいから、それはありかもしれない。かき氷タワー、何ですかそれは。回すのか、かき氷を削る。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。とりあえず削りまくればいいんだな。あ、ただ自分の下に来た時じゃないと削り損になるわけだ。なるほどなるほど、頑張りますよ。はいはい、あー、ちょっとちょっとちょっと待機、あー、ペンギンの上にも行っちゃってるね。はい、削れ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 、よしよしよし。あー、これ俺ちょっとね、あんまり削りすぎるとダメだ。俺一旦ここで待つ。いいよいいよいいよ、めっちゃ削ってるめっちゃ削ってる。あーっと、ちょっと削りすぎちゃいました、ごめんなさい。で、ここで俺がまた削りまくる。いいよ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 。で、あー、もうごめんごめん、氷がない。ワルジさんも氷がない。どうだこれ、勝てるか。勝ったでしょ、余裕でしょ。高さだよね、高さですよね。オッケーです、ありがとう。 15.69m、 めっちゃいくやん。めっちゃかき氷いったね。すごいな、 15.69m のかき氷ってやばくない？なんか山一個崩したみたい。オッケー、とりあえずミニゲームは勝ったけど、問題は問題は今そこじゃないんだよな。はい、70コインですが、でもまあまあまあ、1回取られてもスターが3つでしょ、相手がいけるかもしれない。表彰台で挽回できる可能性がある。ちょっと俺案外振るわなかったな今回。まあまあ、最後までクッパジュニアサイコロでやりますよ。あんまり意味ないからね、もうこっからの俺。はい、クッパサイコロですか、任してください。あ、お前めっちゃ仲間いるじゃん。4。俺全然仲間いない、ずるくない、めっちゃ進まない。でも分かった、そういうことだな。どうしよう、76、あ、どうしようかな。コイン取って、コイン取って、コイン、あ、そう、最後のコインは取れないか、取れないっぽいな、しょうがない。はい、コイン取って、コイン取って、でまあまあこの辺に来て精一杯だな。はい、悪いじさん相手を踏んで、おいおい大丈夫か、大丈夫かそこ、いける、あ、抜けるのね、なるほどなるほどなるほど。ボムキングのところ行ってさ、無駄にあの爆発食らうかなとか思ったりして。ここでマリオさんがスターを手に入れなければ大前提として勝てる。だけどスターを手に入れたとしても表彰台でワンチャン勝てる。5でしょ、6でしょ。マリオさん、うまく調整できないことを祈っているが、 OK、 調整できない、ありがとう。いいですねいいですね。いや、金のあれが出た時はびっくりしましたけど、あれだね、普通のマリオパーティーと違って通っただけじゃ手に入んないから、そこが今回の 2on2 は難しいよね。ちょうど止まんないといけないっていうのが難しいわ。はい、そのハテナやりたいな、どうせだったら。はい、ジャンプサバイバルゾロゾロミニゲーム。あ、いや、ゾロゾロ系はごめんなさいなんだよな。はい、ジャンプで避けろ、ジャンプ。あ、なるほど、振ってもいいしジャンプでもいいんだ。あ、ボタンでもいいってことね。オッケーオッケーオッケー。で、なるべく生き残ってれば勝ちと。じゃあこれはもう俺が絶対に当たらなければなんとかなるってことか。ジャンプ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 、オッケー、いいですよ、ジャンプしますよ、任しとけ。こっちから来る、左左、はい、ジャンプ、いいですね。おい、何やってんだ、ジャンプ、おい、やばいぞやばいぞ、こいつら弱いぞ、ジャンプ、おいおい、何やってんだ、敵まだ全然いるよ、うん、おっと敵が一気にやられる。オッケー、なんとか勝ちました、レディーハイ、イエーイ。なんだ今のは、敵めっちゃ一瞬だったな、一瞬で敵が蹴散らされましたが、オッケー、これで 2on2 とりあえず終わりですか。問題はここからだな、全てのターンが終わりました。それでは結果発表です。今のところ勝ってるけど表彰台で負けるワンチャンもあるからね。鉱山での冒険が終了しました。息が詰まるバトルでしたね。さて、勝利の行方はどうなるのでしょう。私もワクワクしてきました。それではまず今回のボーナスを発表します。いきますよ、ここだね。選ばれた人にはスターをプレゼントするぞ。一つ目のボーナスはコインボーナス。どうだ、これは手に入れたコインの数の合計が一番多いチームがもらえる。
あ、だったら俺らじゃない。ミニゲームとか含めれば俺らが勝ってたはず。このボーナスをもらえるのは出た。クッパジュニアチームありがとうございます。お、悪いじさんも手を叩いている。俺が1位だったってことか。2つ目のボーナスはハプニングボーナス。あ、これは敵臭いな。ハプニングマス、え、同じじゃない？ヨッシーと俺が1回ずつ止まっただけだと思うんだけど。もらえるのは？ですよね、ですよね。ヨッシーと俺が、ハプニングマス1回ずつ止まっただけだから。OK。あ、前回取ったジュエルがある。それでは、いよいよ勝利チームの発表です。私もドキドキしてきました。よし、まあまあまあ、勝ちですね。今回素晴らしいチームワークで見事に勝利を手にしたのは、クッパジュニアチームです。ありがとうございます。レディーハイ、イェーイ。やったね。悪いじさんのこのキャラクターちょっと好きだよ。やったー、ありがとうございます。クッパジュニアチーム勝ち。コインが156枚70。おー、なるほどなるほど。あ、イエーイで手に入れたコインの枚数もカウントされるんだね。でもこうやってみるとさ、結構イエーイ大事だな。156枚中78枚がイエーイだったってことでしょ。ほぼ半分じゃん。なるほどなるほど。よーし、で、終わりましょう。パーティー1位になった。2000ポイント。あ、マップ選択しちゃったけど、これでボムキングのところが黄色になりましたね。だからこの4つの、お、巨大スイカ。またなんか面白そうなところがあるね。この5つの面をクリアすれば、ジュエルが手に入るから。じゃあ次、巨大スイカやってみる。このステージちょっと気になるよね。じゃあ次、この巨大スイカのスターやっていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。